11月15日は、グレゴリオ歴で年始から319日目にあたり、年末まであと46日ある。後見上皇との対立に敗れた、純任天皇が淡路島に入る。同地で、法魚化役員傍事件。捕獲される、ガイホークスレンテンマルク発行。旧、パピエルマルクとの交換レートは1、1兆、保守合同による自由民主党の発足。 55年体制が、成立世界初の商用マイクロプロセッサインテル4004発売、横田恵美拉致事件画像は、ブルーリボンバッジ、伊豆大島、三原山噴火植民地争奪戦に勝ち抜き、大英帝国派遣の石を築いた大ピットこと、ウィリアム・ピット誕生天皇制を発見した、イギリスの天文学者、ウィリアム・ハーシェル誕生小説家、岡本喜道誕生。半ナ,ナ 鳥物町の作者性の和名の収集研究で知られる、追筆家、野尻宝栄誕生を第47代内閣総理大臣、足田仁誕生20世紀アメリカ合衆国を代表する女性画家、ジョージア・オキーフ誕生。画像は、ブルーグリーンミュージック、ポルトガル最後の国王、マネル2世誕生エルヴィン・ロンメル、誕生イージー・リスニングの第一人者、イギリスの編曲家にして指揮者、 マントバーに誕生し圧量放送舎、ナミコ徳次郎誕生アバーボーカル、フリーダリングスタッドことアンニフリット、リングスタッド誕生サッカー元カメルーン代表、パトリック・エムボマ誕生。日本でもガンバ大阪などで、活躍ロックバンドニッケルバックのボーカル、チャド・クルーガー誕生ドラゴンゲート旗揚げからの中心選手であるプロレスラー、シーマ誕生 AKB48、ミネギシミナミ誕生。 ありがとうございます。